キチャンネルドラフトチェックス中日ドラゴンズ、イエイ、はい、ということでドラゴンズです、はい、ね、1位渡来君、うん、公表していったけども、はい、3球団重複して、うん、外して、で次のね草加君をね引き当てたっていうところでね、はい、ドラフト1は草加君で、津田君、辻元君、福田君、羽生君、加藤君行って、育成が日渡り、菊田、小田、川上、はい、4選手というね、うん、ところになりましたけども、はい、中日さんの時何て言ってましたか。補強ポイントは完全に野手、はい、まあ、1位は野手行くだろう、はい、まあ、これ、公表前でしたからね、はい、はい、で今年内野を1位で取ったらやばいと、で去年のドラフトが大失敗と言っているようなものだよと、で未来に向けての高卒の投手は取った方がいい、うんうん、なので、まあ、佐藤さん的に1位、2位は野手でもいいかな、うんうん、で3位ぐらいに高卒の投手、下位でまた投手取るぐらいでいいんじゃないかと、うんうん、はい、で星は1人は絶対取らないといけない、ただし、うん、4位とか5位とか、まあ、下位の方で取ろうという、うん、まあ、人がねいないからね、はい、視聴者希望選手はね、うん、1位竹内、はい、で2位が渡る、うん、で佐々木はもう真鍋君1位でもいいんちゃうかっていうね、はい、あとは仮想ドラフトでは上田君ってね、うん、で袴田さんは鈴木、新妻のキャッチャー、この2人推しだから、はい、推しだったので、下位とかでもね、はい、どうですかっていうね、うん、新妻君プロ絞っておいて出さなかったんですよね、そうだ、うん、で先生は渡来、上田の1回1位、1位で酒井君、うん、高卒いいですよっていうね、うん、楽天2位の、うん、ね、私1位予想してなかったんですね、してなかったんでね、はい、うんうん、っていうところで1位はね、うん、まあ、草加君っていうところで、はい、俺だから渡来君、うん、どう使おうと思ったのかなっていうところで、俺はもし渡来君を外野っていう計算上で行ったんだったら、うん、上田君外れ1位でも俺は良かったんちゃうかって思うんだよね、まあ、野手欲しいんだったら、うんうん、地元だしね、はい、でもここで草加君に行ったっていうところで、ひょっとしたら渡来はセカンドで考えてたんちゃうかっていう、セカンド内野、外野じゃな い, い、内野として考えてたんちゃうかっていう、うん、だってもし野手で外野だったら上田でもいいわけよ、いいですね、うん、正直ね、うん、パンチ力もあるし、うん、っていうね、うん、ところで、でも2位にもう次ピッチャーに変えたってことは、うん、で2位3位を津田君、辻元君で両方内野内野いってんのよ、これだ、内野が欲しかった、内野が欲しいんだよ、で去年も1位がな、あ、中地で2位が村松、村松内野、はい、うん、だからもう我慢、もう内野バカーって言ってんだよ、だえ、待って、去年内野3人取ってるんですよ、いやだってもう、はい、津田、辻元、うん、村松、田中美希也、福永、うん、同じキャラだよ、村松が左、村松は左だけど、左だ、うん、左だ、でも同じキャラ的には、はい、別に長距離砲とかでもないし、うん、だいたいなんかフィールディングもよく、うん、足もある、はい、中距離アベレージヒッターですよみたいな、うん、一緒、これはちょっとロッテもあったガチャシステム導入ですかガチャシステム、うわ、当たりを引くまで、はい、だから俺は外野は取った方がいいかなって思ったんだよね、うん、正直だからまあ岡林と細川は確実でしょう、はい、でも細川も2年連続いいかどうかまだ分かんないからね、うん、大島もいるけど、まあ全試合は出ないでしょう、うん、って言ったところで、まあ、その前のドラフトのブライトと鵜飼でいけますからっていう、いやもうそこだから信じてるんですよ、出てくると、出てくると、うん、であとはもうそしたら、まあ、去年ね秋に残ったように、うん、外国人を外野で、ね、うん、どっか取ってくる可能性も十分考えられるよね、うんうん、はい、でもちょっと外野も層薄いんだよね、しかもだって代打もちょっとパンチがないんだよね、宇佐美とかが来てね、宇佐美代打とかだったらいいんだけど、そうですね、うんうん、ね、とかだったらいいけども、ちょっと代打も薄いっていうところで、外野は取った方がいいかなと思ったんだけど、うん、外野誰も取ってないんだよねって考えると、はい、やっぱ渡来は内野として取ったんちゃうかっていう、あーなるほど、うん、だもし渡来取れてたら、うん、まあ、外野でもいけるし、 やっぱ内野みたいな、うん、でもひょっとしたら、うん、渡来津田行ってたかも分かんないよね、1位2位 で、うん、で3位にピッチャーみたいな、うん、だまあどう考えても、うん、今年のドラゴンズ見てても、うん、あんな素晴らしいピッチャーが全員10敗みたいな、はい、まあ、打撃が薄いって言ってるのもんじゃん、はい、そういったところではやっぱ打撃をどうにかしていかなきゃいけないっていうところで、うん、俺はやっぱ上位で野手を取った方がいいんじゃないのかなって思ったわけ、はい、でピッチャー陣は FA 抜けないって考えたら、大野柳ね、で小笠原いて、うん、梅津もね、はい、怪我から復帰してきて、で中地もね頑張らなきゃいけないし、うん、高橋宏斗もいるしね、うん、だからまあいい形で充実してきてるところで、
まあ、その次に向けての若手も育てていかなきゃいけないから、うん、まあ、そこで高卒の、ね、ピッチャー取った方がいいかなっていうところでこの履正社のね、はい、福田君っていうところはあるけども、うん、まあ、下位でね羽生君加藤君をねピッチャーで取ったっていうところは、はい、まあまあいい感じだと思うよ、うん、でももう納得できひんのやろな村松、まあ、田中美希は怪我だけど、はい、村松福田がもう納得できひんのやろな、でリュウ君ももう納得できひんのやろな、まあ、そりゃそうだよね、リュウ君あんだけ出てて1割だよもんな、うん、正直ね。でまた足がさ、うん、あの周東とかさ和田みたいに盗塁バンバン行きますよだったらいいけど、はい、そんなんでもないしな、うん、でも立浪さんがあの村松くんはあれですよ、その六大学自分で自ら見に行っていいって言って取ってきたわけです。でドラフト2位で、うん、ウェーバーでしかも早いところで2位で行ってるわけですから、うんうんうん、私はやっぱりこう信じてほしい。もう1年でも津田くんもウェーバーで2位だから、本当そうなんですよ津田くんも実質もう13、甲子園経験のある就職高打のショート、うん、社会人ナンバーワン打者の渡来と高校の同級生、うん、中学校時代は 110m ハードルで県大会優勝です。渡来と一緒なんだよね、同級生だから。そうですね、うん、競争ですね内野はね、うん、もうだからもうチャンスは津田の方が多いよね、まあ、新しい顔だから、だから下手したらショート、カリステ、はい、セカンド、津田かもかんだよね。でもう後の選手はみたいな、どうなるんだろうなっていうように見えるドラフト。いやそうですね、うんうん、正直ね。でも内野内野これ一番びっくり、セリーグで一番びっくりしたドラフトはドラゴンズやろ、うん、びっくりしました、うん、まだ内野行くんやっていう、うんうん、まあそしたらだからどうなんやろね、うん、もう未来でしか分かんないけどね、はい、ドラフトは来年どう起用されるのかで答え合わせするしかないんですよね、うん、あとは5年後10年後見て、うん、あの時のドラフトがどうだったんやっていうね、はい、だってあの阪神の大山が1位の時も大山なんてみたいな、みんな言ってましたもんね、2位以下でも取れたやろみたいな、うん、ってもう今日本史と呼ばんじゃんね、うん、だからそれはもうね佐々木のドラフト D みたいな、はい、逃げのドラフトって言われてた10年後 S だからね、はい、それは未来はどうなるか分かんないけども、うん、戦略がちょっと分かんないね、うんうんうん、だからもう納得できないんだろうね、はい、で外野はブライトと鵜飼でなんとかやるよけど大丈夫っしょ、そこを信じてる、うん、あと外国人も出るし、うん、あと細川も来たから外野埋まりつつあるから、うん、はい、唯一埋まらないのが内野やなと、はい、ほぼだって下手したらよサードショートセカンドファーストいないからね、うん、石川もちょっと怪我がちだからさ、はい、うん、なかなかずっといてくれたらいいけどいるかいないかも分かんないから、うん、でなった時の層も薄いしね、はい、でファーストビシエでも来年から日本人契約になるけども、うんうん、で打つのどうかっていうところもあるしね、はい、下手したら山川をね、はい、取る取らないの話もあるぐらいだしね、うん、だからもうこれだろこれだろ、うん、ガチャガチャですか、が発生してる可能性あるね、当たるかどうか、まあ、そう取り方としてはそうですね、うんうん、でも当たる可能性あるからね、そうです、うんうん、一発でね、はい、一発で当たり引くパターンもあるから、うん、でだからこれ来年のドラフトもこれは注目だから、そうですね来年どう取ってくるかもね、来年また内野行ったら、うん、はい、相当やばいね、はい、育成しなきゃっていうね、そうですね、うん、ところもあるから、うん、まあそれはもうねやってみないと分かんないからね、うん、まあ、これで去年の内野でね取られた5、3人っていうのも多分もっと、ね、うん、競争心が湧いてくるでしょうから、うん、そうだね、うん、頑張ってほしいですね、うん、だから草川君はまあ6枚目に入ってこれるかどうかっていうところだから、うん、まあ、去年の1位の中地君とね、はい、あと梅津とか、うん、と、まあ、あと松葉とかっていうところとの、まあ、勝負になってくる、投手陣がね厚みが出てきますね、うん、あとは下位のこの羽生君加藤君がどこに入ってくるかだね、うん、なんかリリーフっぽい感じもしないでもないけどね、全体的にはね、だから後ろがねマルチエース、うん、まあ、マルチエースもねずっといるわけじゃないから、はい、次の守護神をね多分松山ぐらいが行くんちゃうかって思ってるけども、うん、その前に来るねこの祖父江とか、うん、あのラインのところ、はい、あの藤島とかね、うん、っていうところのをもっとさらにパワーアップさせるっていう部分のここは使命かなっていうね、で、まあ、キャッチャー取った方がいいっていうところでね、育成の1位で日渡君キャッチャー取ってるんで、はい、まあ、ここら辺は2軍の試合もねやっていかなきゃいけないというところでちょっと数が少なかったんでね、うん、数はしっかり確保されてるかなっていうところもあるんで、ね、育成全部独立リーグですよ、そうだね、うん、しかも結構年齢層高めだからね、はい、だから3位4位で実は外野手いってるんですね、育成の4位も外野、外野です、もうここ内野って書いてるから、うん、あ、本当ですか、うん、あ、じゃあ内野かな、まあ、わかんないけど、まあ、どっちでも、うん、どっちも守れるんじゃない、うん、ね、ですよね、うんうんうん、まあっていうところ、まあ、育成はこんな言い方したらあれだけど、はい、所詮育成だからね、ワンステップ上がんなきゃいけないからね、うん、この試合感になるためにっていう ね、まあところでね、まあ、どこまで頑張れるかっていうところは、うん、
あるけども、はい、まあでも楽しみっちゃ楽しみだね。じゃ今後どういうね、うん、なってくるかがすごく楽しみではあります、うん、そうだね、来年含めてね、うん、はい、だからドラゴンズの評価は、はい、B です。 B、はい、うん、の陰に隠れて S になる可能性もあるけどね、はい、どうなるか本当に分かんないですから、うん、B or S みたいな、はい、この津田辻元がグイーンってそれこそジャイアンツの門脇みたいにね、はい、去年だったらね、うん、グイーンって言ったら S になるから、うん、はい、そうですね、 B or S みたいな、ね、で草加くんがローテーション入って、うん、でこの2人がね、うん、ハマったやつだったら、だからもうこの2人次第だね、はい、評価がどうなるかはそうですね、うん、でもだからそこら辺はね、うん、キャンプを含めてこの内野陣のね、はい、サバイバル、まあそこがもし埋まっていい形でいったらチーム的にね打力が上がるんで、うん、まあそのチームがね、あの総力とパワーがアップするっていうところでは、はい、まあ、どうにかしなきゃいけないっていうのは誰しもがね、うん、思ってるところで、まあ、そこをね立浪さんももし来年ダメだったらなかなかちょっとね身体も含めてやばくなってくるから、うん、風当たりも強くなるし、ね、はい、そういった意味ではもう来年どうにかしなきゃいけないっていうところではもう二遊間さえどうにかなったら、うん、ひょっとしたら来年パンっていける可能性もあるから、うん、来年勝負だからそんなこと言ってらんねえんだよドラフト。ああなるほど、はあ、でも来年この2人使ってみるぞまずはぐらいの、ね、そんなお前悠長なこと言ってらんねえんだよ、うん、こっちもかかってんだよみたいな、うん、そんなも知らねえよお前も来年一発勝負やドラフト、はい、っていうような、ね、感じもあるんで B or S ですね、はいはい、楽しみです、はい、皆さんのドラゴンズファンの皆さんご意見お待ちしてます、はい。